この時間は北海道コンサドーレ札幌対チェルシー、こちらの一戦をお届けいたします。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。はい、札幌としては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。ネイマールからメッシ、チェックを受けますが動じません。どうだ、シュート。まあクリアが精一杯ですよね。いや、素晴らしいディフェンスでしたよね。絶対にゴールを割らせないという気迫を感じますよね。メッシからのパス、グラムからメッシ、ここは間合いを取る。さあフリット、来た、チャンスだ。もう一回、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。さあ繋がるか、抜けてくる、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。札幌カウンターを食らいましたが危なかったですね。やはり相手はカウンター得意ですからね、不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。さあ北澤さん、この試合注目している選手はいらっしゃいますか。クリスチアーノ・ロナウドですね。得点能力、身体能力、すべてにおいてトップレベルですよね。プレースタイルも変化してますけども、ゴールに向かう姿勢やここ一番での決定力は変わらず素晴らしいですよね。彼の存在感はやはり大きいですよね。なるほど、これは相手がシュート、来た、先制、コンサドーレファンバッセン、技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。彼らしい体の強さとうまさを見せたゴールですよね。しっかり決め切ってしまいますからね。さあチェルシー、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を、シュート、テアステーゲン、ネイマール、いやー、これは見事なプレーですよね。今のは決められてもおかしくないでしょうね。ファインセーブですよね。シュート、いやー、外れはしましたが鋭いシュートでした。今のは枠いかなかったですけど、すごいキックでしたね。相手の素早いカウンターでしたがなんとかしのぎました。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。コスタクルタ、このディフェンス、ここはカットします。カンテ、札幌はこの時間帯1点のリード、さらにポゼッションで相手を上回るという試合運びをここまで見せています。チーム全体でうまくボールを保持できてますし、リードもできているので申し分ない試合運びと言えますよ。メッシ止めた、守備陣クリアの対応です。チェルシーカウンターを仕掛けます。狙えるか、自分で行く、クロスが入る、シェフしっかりと抑えました。コスタクルタ、チュアメリ、レスタ、ここは抜かせません。ヘーネス、フリットへ、メッシースルーパスを出す、シュート、テアステーゲン、ここは大きくクリアの対応。通るのかこのパス。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあクリスティアーノ・ロナウド、フリット、さあ右へ預けて、メッシ抜けてくる、コース空いたと呼んでいた、シュート、い
やーもうギリギリのクリアって感じですよね。ボールが上がる、ヘッドだ、触る、チェルシーはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。サイドを使います。ポール・パーマー、札幌はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてないのは大きいです。ディアス、いやメッシー、札幌カウンターを仕掛けていきます。ここも固い守りでボールを奪います。フリット、エネスから右へ、もう一度トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。さあファンバス、ファンバスだ、来た、追加点、コンサドーレ追加点が決まりました。これで差は2点。ファンバス戦、これは素晴らしいゴールでしたね。北澤さん、難しいシュートだと思うんですけどもね、冷静に決めてきましたよね。ああいう